重要参考人を確認するまで動くなよ。はい、ジョゼさん。確認できない場合はおとなしく引き上げるんだ。はい。こんにちは。突然お邪魔して申し訳ありません。何の用だ？はい、私はリベロイタリア市の記者をしているものです。記者がどうした？こちらにコステロ社のスカロ氏がいらっしゃると聞いて、ぜひ取材をと思いまして。そんな奴はここにはいない。住所が違うようだな。確かにこの建物だと聞いて。おい、知らないって言ってんだろうが。おい、聞こえなかったのか。ここにはそんな奴いないんだ。しかし、いい加減にしないと痛い目に。おい、どうした？何してる？ルイ！帰る支度をしろ。やってくれたな。フェッド、失敗した。何人か連れて応援に来てくれ。わかりました。すぐ向かいます。ヘンリエタ、どうして暴れた？今までこんなことはなかったのに。腕を撃たれたな。大丈夫か？平気です。やってくれ。はい。ジョゼさん。傷が痛み出したか。私はジョゼさんのお役に立ちたかったんです。帰ったらすぐに先生に見てもらいなさい。公益法人社会福祉公社は、表向きは首相府の人命救助事業ということになっている。しかしその実態は、瀕死の患者に擬態と呼ばれる機械の体を与え、条件付けを施し、
政府のための汚れた仕事を請け負う特殊な諜報機関だ。先生、ヘンリエッタの具合はどうですか？弾が皮膚と人工筋を削っただけだ。腕ごと交換する必要もないだろう。それは助かります。勘違いするなよ。それでも負傷のたびに手術が必要なのに変わりはない。ここの子供たちはただでさえ条件付けで体に大きな負担を背負っているんだ。こんなことを繰り返していればいずれは依存症や記憶障害を起こすだろう。そうですか。擬態はいくらでも治せるが、その分脳や生身の部分への負担は大きいからな。それで今日は一体どうしたんだ？命令を無視して暴れたっていうじゃないか。彼女は僕のために作った死体を数えています。救われない話だな。なあジョゼ、お前がこの子を可愛がるのはわかるが、もっと条件付けを徹底すべきじゃないか。殺しのための擬態を普通の女の子として扱っても不幸なだけだ。校舎に連れてこられた子供は体を改造されると同時に条件付けを施される。彼女にとって幸いだったのは、大抵の条件付けの結果以前の記憶が消されることだ。ヘンリエッタ。はい。ここに場所と目的を。ええ、そうです。あと、ここに署名を。ああ、外出許可か？ああ。どこへ連れ出すんだ？いや、ちょっとね。これでいいかな。ここのポモ道路は絶品だ。いいかい、君たちは日頃の座学や訓練だけじゃなく、社会に出ても通用するマナーを身につけなければならない。はい。紅茶を飲むときは皿ごと持つように、音を立てずに。はい。手を離すんだ。席に座りなさい。はい。大丈夫か？すまなかった。すまなかった。あのグラッパーはキャンセルだ。デザートを頼む。はい。
私何かいけないことを。いいから食事を続けよう。はい。そして僕は彼女と会話する努力を始めた。いいかい、仕事をするにはたくさんのことを覚えなくてはいけない。良い仕事は全て単純な作業の堅実な積み重ねだ。メモを作るから毎日勉強するように。はい。銃口は壁面から出さないように、姿勢はなるべく低くとって、ハイポッドのない銃は銃身の真下に手を添えるようにするんだ。狙撃は600メートルまでなら頭、それ以上は体の中心線を狙う。上を見てごらん。あの雲の隣、ぼんやりと光る点が見えるかい？何ですか？空に光るものがあるとしたら何だろう？ひょっとして妖精かもしれないな。飛行機ですか？いい答えだね。昔戦争中に飛行機と見間違えてびっくりした人もいる。だがもし今が夜だとしたらどう考えるだろう。星？そう、地球の内側を回る金星なんだ。あ、太陽は見ないように。さすがにこのライフルじゃ金星人の頭を狙うのは無理だろうな。知ってるんですね。起きたかね？右腕の皮膚が定着するまで入浴は控えるように。どうした？怖い夢でも見たのか？よくわかりません。涙が勝手に。ヘンリエッタ、リコから聞いたぞ。大暴れしたんだって？うん、ちょっとカッとなっちゃって。トリエラ、どうしよう。大丈夫。よし、私とクライスの部屋で一杯やろう。一杯？
紅茶とケーキには幸せの魔法がかかってるの。結局ヘンリエッタは手柄を立てたかったわけだ。そうかも。でもトリエラ、私たちにできることはそれくらいしかないんじゃない？とは言うものの、もし私ならそんなに献身されても鬱陶しいだけだけどね。ま、いいんじゃない？若者よ、若いうちに楽しめよ。なにそれ、誰の言葉？私の言葉さ。ヘンリエッタ、いるかい？はい。どうぞ。腕の調子はどうだ？はい、まだ少し重い気がしますけど大丈夫です。じゃあこれから本館の屋上に来てくれないか？わかりました。寒いからこれを着てくるといい。これをいただいてよろしいのですか？上で待ってるよ。いらっしゃい。早くおいで。テレスコーピオですか？すごいだろう。いつかライフルスコープなんかじゃなく星を見せたかったんだ。私、星を見るの初めてです。突然どうしたんですか？なあ。うん、こんな夜空だ。星を見るのもいいだろう。今日の仕事のご褒美だ。今日のこと、怒らないのですか？怒ってほしいのかい？おいで、オリオンが綺麗だ。漁師オリオンは恋人アルテミスに誤って射殺されてしまう。悲しみに暮れた女神アルテミスは、自分が夜空を駆けるとき、いつでも彼に会えるようにとオリオンを星座に加えてもらったんだ。悲しい話だ。ジョゼさん。ん？ジョゼさんって何でも知ってるんですね。そうとも。